アルファタウリ、角田裕樹に変えてアルボンを乗せるべき。レッドブルはメルセデスとのタイトル争いにおいて少しでもチャンスを増やすために角田裕樹に変えてアレクサンダー・アルボンを起用するべきではないかとオランダの専門サイトレーシングニュース365が提起しました。アルファタウリのセカンドドライバーが上位争いに加わっていればハミルトンに対してもっと大きなダメージを与えていることができたかもしれない。しかし角田は木曜午後にバリアをヒットして以来モナコグランプリの週末を通して下位に沈み続けていた。角田の開幕からの数戦はバーレーングランプリを除けばプアだ。 F1 に馴染めておらず数多くのインシデントやコース上の事故を起こしている上コース外でも彼の短気やプアな無線エチケットが世間の眉を潜めさせている。通常のシーズンであれば角田の学習曲線は問題にはならない。スピン、クラッシュ、スピードの欠如は通る道でありいずれ克服できるものだ。しかし問題はレッドブルが高いパフォーマンスを発揮するドライバーを求めているということだ。今年は 1.1 秒の差がメルセデスとの争いを左右することになるからだ。そこでアレクサンダー・アルボンが登場する。彼は12月までレッドブルで実戦を戦い2週間前には18インチタイヤもこなしており F1 に適応するにはそれほど時間はかからないだろう。そしてプレッシャーのかかっていない時の彼は非常に強力なパフォーマンスを発揮するドライバーだ。レッドブルにとって今年はこの10年で最大のチャンスであるだけに角田の F1 マシーン習熟不足はシート剥奪の十分な理由となり得る。もし6月末の地元レースオーストリアグランプリまでに彼の調子が上向かないようなら角田を乗せ続けても得るものはなくアルボンを復帰させることに失うものはないだろう。はい、あ、終わりました。終わりました。長かったですね。長かったですね。結局何が言いたかったんですか。まあこれまあオランダの記事なんだけど、まあこれまあコロネルさんが言ってるんだったらね、まあまあまた吠えとるわっていうね、うん、みんな聞き流しで、はい、あ、よかったねって、はい、でっていう話だったんだけど、はい、これはこの365の記者さんが熱く語った、、はい、そうですね、トーマス・メーハーさんって知らないですけど見たことないですけど、まあだからあの変えるべきだって、うん、あなたの意見ですよね。マルコさんが聞いてるんですけど、これあなたの意見ですよねっていう、あなたレッドブルの人じゃないですよねっていう、この あのオランダメディアの視点ってちょっと独特だよね。マックスのためにサポートもあのレッドブルドライバーのみならず、アルファタウリドライバーもマックスのタイトル獲得に貢献しろと。いや、まあもちろん結果論として貢献すればいいですけど、モナコはたまたまガスリーがハミルトンの前にいて抑え込んだんで、ああよかったすごいねってあるんですけど、モナコだからできたことで、イモラのレース覚えてます？ハミルトン10位から追い上げて2位になってるんですよ。だからアルファタウリが1台いるか2台いるか関係ないんですよ。争うとこにいないんで、トップ2チームと中段以下ってもう全然違うし、マクラーレンが中段トップね毎回確実に取りに来てるっていうのはもう全然ペースが上の2台、上の2チームとは全然違うとこにいて、アルファタウリはこのマクラーレン、フェラーリ、アルファタウリで争ってるんで、仮に後ろからハミルトン来たとしても行かせますから、そことハミルトンと争っても自分がタイヤちびちゃうだけなんで、あの争うとこじゃないんで、あの後ろに角田君がもう1台いるかどうかあんま関係ないですね。もちろん今これあの1点だけじゃなくてハミルトンを1秒でも抑え込むことが重要だって言ってるんですけど、まあ、 あのモナコのレースの展開とか結果だけを見て今あれこれ言うっていうのはちょっとあのだいぶ視野がこう近視眼的だなっていう気はしますけど、あのもちろん角田くん の、 そのパフォーマンスがねあの皆さんの期待値に届いてないのは確かだと思うんですよね。プアなパフォーマンスだってこう言われてますけど、まあ、あの表面だけ見るとそういう風に見えると思うんで、
ただまあアルボンが乗ったとしても、まあ、すぐにはそんな適応できないと思うし、ね、それこそアルボンのこともプレッシャーがかかってない時には早いよねって軽くディスってるっていうのがちょっと、あなた何様っていう感じなんですけど、ただそのこの記者の言葉を借りれば、結局アルボン選手に変わったとしても、うん、アルボン選手にそのタッペンを守れというプレッシャーを与えるわけでしょ。そうそうそう。でじゃあそれじゃん、ね、アルボンにとってはそこで結果出せなくてガスリーより遅かったら、うん、彼のキャリア終わりますから ね、 余計プレッシャーかかりますよね。のまあそれはどっちでもいいですけど、うん、まあね、しかも今ここ記事出して地元のレッドブルリンクのレースまでに、うん、6月末までに結果が出せなければ彼を切らない理由はないみたいな、うん、おじいちゃんおじいちゃんが言ってんだったら、ああそうなんだ、角田君頑張らないとねってなるんですけど、オランダ界隈でもやっぱそういうイメージなのかな、レッドブルはすぐ切っちゃうっていう、まあ、それ以上にやっぱりマックスがチャンピオン争いをせっかく、ね、うん、千載一遇のチャンスなのに今年は、うん、ついにレッドブルに巡ってきたチャンピオン争いのチームチャンスなのに何やってんだっていう、うん、足引っ張りやがってってなっちゃってる、うん、いやいやだってそんなマックス選手がぶち切りで勝てばいいだけの話であってそれ言うだったらペレス先に変えた方がいいですよまあ、球団するんだったら ね、 確かにね、本来はペレス選手が2番手か3番手にいて、うんね、うん、メルセデスと2対2で戦えなきゃいけないよねって言ってるのが今年まだ1回もできてないわけだから、うん、確かに先に言うべきはそっちだと思うんですけど、うん、でアルファタウリーも角田君変えるべきだろうが仮に出るとしても、それは彼がこんだけミスしてるよね、うん、モナコでもまた同じようなミスしちゃったよね、うん、でパフォーマンス、まあ、全然まだガスリーに追いついてないよね、ガスリーは Q3 行ってるのに角田は Q1だよねっていうところを理由に変えるべきだって言うんだったらまあいいですけど、うん、レッドブルのタイトル争いを支援するために変えるべきだっていうその理屈根拠弱くないっていう気がしますけどね。でもガスリー選手の評価はすごく高いってことだよね、きっとね。多分ガスリーに関しては何とも思ってないんじゃないですか。とにかくマックス頑張れっていう感じなんじゃないですか、ガスリー選手がこう援護射撃できるようなところに時々ひょこっと顔出しちゃったりするもんだから、うん、まあ、援護射撃してないですけどね、うん、ガスリーは自分のレースを戦ってるだけなので、うん、なんか書いてるうちに盛り上がっちゃったんでしょうね、自分の中で。あー、なるほどね。深夜2時ぐらいに書いてたんでしょうねでそのままの勢いで深夜4時ぐらいにボンってアップして、うん、翌朝見たらうわはずみたいな俺はずみたいな。あ、そうか、自分の原稿だから自分で考慮して出すみたいなね何日か経って見直したら俺はずみたいな。あ、もしかしてこれ元原稿これ誰しらっと消えてるかもねこれ誰が書いたんだ俺だみたいなあれみたいななんでこんなこと書いちゃったかなみたいな俺ヘルムトマルコ用意してたなりきっちゃったんじゃないですか。まあ頑張れとしか、こういうね、まあ、そのうち出ますよ、こういう記事がいっぱい。もしくはこれが翻訳されて、うん、ゲートさんだけじゃなくて、うん、ザ・ダイジェストさんにもトップニュースさんにも出るでしょう、うん、まあ、トップニュース行けばダイジェストさん行くだろうね、うん、まあ、ダゾンニュースは出ないと思いますけど、うん、で同じような記事ここだけじゃなくて海外の他のメディアもまあそろそろ言い始めると思うので、ほうほう、まあ、それに対して、まあ、角田君は結果出すしかないですよね、うん、これ何、角田選手だけが言われてるの、だってほら新人は他にもいるわけじゃん、ミック選手もいるしマズピン選手もいるし。新人だからじゃなくてチームメートとも差が大きいからじゃないですか、ね、うん、ああそういうこと、うん、あの2人はだってチームメートの差大きいでしょ。そうでもないんだっけ、この辺とこの辺だからじゃないですかあ、もう画面映らないっていうね、映ってないから映ってないからっていうね、うん、だからまあ良くも悪くもやっぱりアルファタオリの立ち位置が F1 界的にはこう結構高い位置にあるってことなのかな。下の方走ってるチームと思われてたら多分こういうことも出てこないんでしょ、きっと。っていうか、まあ、ガスリーが毎回 Q3 いますから。ああ確かに確かに、6位とか7位とかに予選にいるんで、うん、アルファタリの車のパフォーマンス本来引き出せばここら辺にいるはずだよねっていう思われちゃうじゃないですか。アルピーヌとかは毎回 Q3 いけるかいけないかだから、ギリギリのとこだからね、なんかまあいけなかったねとか、まあ、実際は、うん、毎回アロンソはオコンに予選で負けてるんですけど、うん、でもアロンソ選手はもうアロンソってでこういうドライバーこういう能力があるっていうのは、はい、証明済みじゃないですか、はいはいはい、キャリアにおいて、うん、今がどうかはちょっと別としてね、うん、でもまあ角田君はまだ F1 においては何も成し遂げてないので、あ、そういうことね、だからみんながどうなのって見てて、はいはい、まあ前評判高すぎたっていうのもありますけど、うん、で蓋開けてみたら
あのバーレーンはすごかったように見えたけど、うん、それ以降何ガスリー毎回 Q3 行ってるのに角田何なのプアだねみたいになっちゃう、その裏側で何があってああいう風になってるかっていう細かいとこまで見てないから当然、だからまあその結果というかね、リザルトだけをやっぱ見て全然ガスリーと差があるじゃんって思われちゃいますよね。いつも後ろでなんか走ってるじゃんあいつみたいになっちゃう、車がアンダーステアかどうかすら多分知らないでしょこんな多分ね、まあ、そうそうそういうそういう理屈、本当そのレベルですよ、うん、まあ、感情論だけはぶつけられてるような気がする、ね、アルファトーリでレッドブルのチャンピオンシップをアシストしろって言ってるんだからそれはそうでしょう、確かにどうやってっていう今までそんな場面ありましたってモナコだけですよねっていう、うん、どうしたんですかっていう感じですけどね、うん、確かにそんな感じですか、はい、そうでね、皆さんオランダ界隈の、ね、ニュースに戻らされないようにお気をつけくださいというニュースでございました、はい、このニュースがいいなと思ってくださった方は、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コメントを書く際は他人を傷つける表現になってないか内容になってないか、うん、ちゃんと一回確認してから送信ボタンを押してください。はい、自分だけじゃなくてみんなで気持ちのいいコメントお待ちしております。